災地の方が今一生懸命復興に向かって、足を踏み出しているというところで、私たちも2年ぶりに帰ってきて、私たちも一歩を踏み出して、であと一緒のですね、同じ未来に向かってですね、羽ばたいていけるようにですね、お互いに頑張っていきたいという気持ちで、今日みんなで暮らしました。